やっぱり6割とか7割ぐらい職を失うと言われている現状があります。でそういうものの中で一つBI っていうね、10年ぐらい農業をやってます。で、まあ、当然農業 だけで食ってるわけではないんですけど、現状で日本の農業はもう壊滅寸前です。もうこれはもう現実です。でそれに対して、まあ、今後のですね農業政策についてご意見があればお聞きしたいですね。BI の話でしたね、最初ね。ありがとうございます。ベーシックインカムっていう考え方の中でちょっと気をつけなきゃなんないのが、要は私が求めてるのは大きな政府です。大きな政府、その逆の小さな政府ってことを求めてる人間たちの中にもベーシックインカムの話が出てきてます。それもずっと前からですね。その新自由主義っていう考え方の人の中にも当然そのベーシックインカムっていうことは語られてきてるわけですよね。その中で考えたとしても、やっぱりこのベーシックインカムということに関して、要は、赤ちゃんから老人まで生きてるってことが、生きてるっていうだけでお金もらえますっていうことに関して、これ、じゃあそのお金もらったら他のサービス全部切られる恐れもあるじゃないかってことですね。これ多分税金っていうことだけのベースでいくと、結構そういうことにもなり得るんじゃないかなと思うんですよ。要はお金がかかりすぎるってことですね。そう考えたら障害者であったりとかっていう方々っていうのは多分もう生活できないですね。難病患者だったりとかっていうのは、例えば月々7万円国からもらえますけれども、ほとんどのサービス切られますみたいな話になっちゃったとしたら、これ生きていけないですもんね。下手したらそういう考え方のベーシックインカムっていうふうにまとめられる可能性もあるわけですよね。そう考えると非常に取り扱い気をつけなきゃいけないなとは思ってます。でその一方で私が言ってるのは、デフレ脱却するまでの給付金、これだったら、まあ、ベーシックインカムとは違いますけれども、なんだろうな、毎月3万円、ね、一人頭3万円、生きてるっていうだけが、それ、もらえる条件ってことですね。5人家族だったら毎月15万円とか。で、これがデフレから脱却し、デフレから脱却して、インフレ率、ね、自分たちのインフレターゲットまで、行ったときには、これ、絞りますよっていう。これ、インフレ脱却してターゲットまで行ったら絞ってもいいようなサービス内容にしとかなきゃまずいってことですね。だから、なんていうか、こう、社会保障のシステムの中にそういうものを組み込んだりとかして、例えば国債発行とかをですよ。で、それ、っていう意味でやっちゃうと、それだけでやっちゃうと、それインフレ率達成した時には絞っていかなきゃなんないから、受けられてたサービスが受けられなくなるとかってこともあるかもしれないです。まあでも2階建てにすればいいんですけどね。国債の発行と、景気悪い時には国債の発行で賄って、で、景気が良くなった時には税収使うっていうような形の2階建てにすれば、対応できることって多いんじゃないかなとは思うんですけど、とりあえずベーシックインカム的な私の中での施策としては、デフレ脱却給付金っていうやり方があるかなと思います。使われ方としてはなんか悪い方に使われそうな気がするんですよね。今の世の中だったら。なんか、うん。コストカットするためには、もうその方がいいんじゃないかみたいなことになっちゃうと、やっぱり人死ぬんで。で、もう一つ何でしたっけ？あ、農業ですね。はい。本当にひどい状況ですよね。で、しかもこれ、TPP っていう話になって、で、この後アメリカに対しても譲る。で、選挙の後に大きな、ビッグ、みんなにビッグなお知らせがあるぜみたいな話でしたよね。で、トランプさんね。いや、聞きたくない、聞きたくない、そんなことっていう。なんでうちの国の責任者からその説明されへんのに、いつもあんたのツイッターから知らなあかんねやって話ですよ。本当にね。いや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 っていう。まあ、でももう明らかですよね。その、食っていう部分に関しても、やっぱり株式会社化をどんどん進めていくってことは、なんだろうな、これまでもやられてきてるわけですよね。で、農業に対して株式会社が入れるようなことはもう社会実験として、国家戦略とかでもやられてることですから、これもどんどん広げていくだけですよね。ってことを考えたときに、やっぱり、なんだろうな。で、デフレの世の中であるならば、当然安いものをみんな買い求めるわけだから。
ね、その個人で農業をやってる方々っていうのは何かしらのブランディングがされてなかったらこれ生き残っていくの難しいですよね。だからよりなんだろう、その大きな企業があの農業にもあの農業にどんどん侵食していってるっていうような状況、どんどん入ってきてるっていう状況が出来上がっていくんですけど、もう単純な話で第一次産業に就く人たちに対しては手厚くやっていきますってことが一番重要なのかなと思ってます。で、なんだろうな、この、うん、自給率高めていく、当然のことですよね。 100% 超えるってことを目指していくってことが当然のことだと思うんですよ。ここまで低いってないですよね。4割って何なんですかって話ですよね。だからもうこの自給率低くていろんな国からのこの輸入に頼ってるってことになったとしたら、これいつでもね、言うこと聞かせられますよって。あ、そう、じゃあ止めるねっていう話になっちゃったら困りますよねってことですね。まあだから中国、韓国とか北朝鮮ってことは声高に言ったりとかしますけど、だけど一番重要な生きる上での食の安全保障がどうして声高にもっと言われないんだってことだと思いますよね。うん、おかしな話ですけど、だから第一次産業に関して、第一次産業だけではないですけども、特に第一次産業に関してはあの手厚くすると当然だと思います。でもうなんだろう、もう全部国が買い上げるぐらいの勢いでいいと思うんですよ、はっきり言っちゃったら。でアメリカだったら例えばフードスタンプとかっていうところにも食料回してるわけですから、そうやってとにかく生産者に損させないっていうことで買い上げていくってことを実際にやってるわけですから、そういうことを日本もやっていくってことが必要なんだろうなとは思うんですけど、ありがとうございます。